フルトハムリンは、スウェーデン出身の元サッカー選手。選手時代のポジションはフォワード。1952年に、アイク・ソルナで、選手キャリアをスタート。1956年に、イタリアのユベントス FC へ移籍。翌1957年に、カルチョパドバへ移籍し、1957から58シーズンに、リーグ戦30試合出場20得点を記録した。 1958年にアッコフ・フィオレンティーナへ移籍すると、1967年まで9シーズン在籍し、リーグ戦289試合に出場し150得点を記録した。フィオレンティーナ時代には2度のコッパイタリア制覇に貢献した。1967年からは AC ミランへ移籍。その後 SSC ・ナポリを経てスウェーデンに帰国した。ハムリンは、 選手生活の大半をイタリアで過ごしたが、セリエ A 通算182得点は歴代6位の記録である。また AC ミラン時代の1967-69シーズンにはスクデット獲得に貢献した。そして1972年にイフックストックホルムでプレーし、この年を最後に現役を引退した。 スウェーデン代表としては1953年から1965年の間に国際 A マッチ32試合出場で17得点を記録した。1958年の FIFA フフワールドカップ、スウェーデン大会では準決勝の西ドイツ戦においてダメ押しとなる3点目の得点を決めるなど4得点を挙げ、同国の準優勝に貢献した。ありがとうございます。